本日はですね、マシネタでコーヒーを入れてみましょう。今日はね、マキネットでコーヒーを入れてみようかなと思うんですけど、たまにはね、こういうちょっとアナログなやつ、あ、これはですね、ステンのやつなんですね。ちょっとアルミのやつはなんかアルミ怖い、怖いな。今よく売ってるやつですね。あ、おはようございます。あ、はい。あの、2種類にさっき食べた。あ、そうです、そうです。じゃあ、白いご飯。あ、はい。まずはお水を入れて、この下の部分、ここにお水を入れて、上をねじ込んでセットします。さあ、ここから火にかけてもらいます。それでこうやってガス台にセットするんですね。はい。で、火をつけました。大丈夫かな。火がつきました。これね、ちゃんと真下にやっておかないとハンドルとか溶けたりするんで、これを溶けないようにね、火を調節していきましょう。よし、温まったね。これぐらいちょっと絞ってね、非常用の温度なんで結構熱々だと思います。なので、これちょっとしばらく放置、出来上がりを待ちましょう。あ、ちょっとずつ出てきましたね。なんかいまいちコーヒーの色してないですね。これがどん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 ちょろ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 出てきて、コーヒーっぽくなっていくんですけど、チリングいっぱいあるけど、最近僕もちょっと大ぶさが大ぶじです。あ、いいですね。ちょっとこう出てきましたね。家にエスプレッソマシンもあるんですけど、どこに出るんですか。すごい。今はもう場所を取りまくるんで。あ、出てきましたね。いや、これでいい、美味しそうなコーヒーです。